できました。あー美味しそう。でもこの空間がもうすごい、なんていうの、タイの匂いがする。タイ料理屋さんっぽい香りがずっとしてるの。これは今日は、今日はガパオライスです。やったー大好き、はい、大好き、タイ料理ですね。じゃあちょっとせっかくなんか格好も決めてきたので挨拶タイ語やっちゃおうかなと思うんですけど、うん、いいですか、ちょっとついてきてもらって。はい、はい、サワディカー、サワディカー。なんかね、いただきますの挨拶が特にタイ語はないらしくて、うん、ちょっといただきますは、まあ、日本語でいこうかなと思うんですけど、うん、せーの、いただきます。おいしそう。結構何、ご飯も、ご飯もジャスミンライス。あー、すごい、細い、確かに。現地の味っていう、なんか、うん、ね、本当本格的なタイ料理屋さんの味って感じなんだけど、今回のこだわりポイントは、はい、今回は本格的なガパオライスを作ろうと思って、うん、調味料も現地の調味料を揃えてますけど、これがブラックソイソース。あー、ね、はい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 、はい、で、もう一つは、これがソイソースなんですけど、うん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 、名前としてはこのブラックソイソースが CU ダム、普通のソイソースが CU カムっていうらしいんですけど、すごく色も本当にブラックソイソースは、ね、色が濃くって粘度も高いんですよね。なんかたまり醤油っぽい感じだよね。あ、そうですね、日本の。これがね、絶対味の肝だと思う、結構、うん、あとなんかこのバジルもちょっと違う、よく見るバジルだよね。はい、これがホーリーバジルって言って、別名だとのバイガパオって言うんですけど、なのでこのガパオライスはバジルご飯みたいに訳されるんですけど、普通に家庭で作る場合にはスイートバジル、イタリアで使うスイートバジルでも代用できるんですけど、今回はタイのバジル。香りがちょっとだけ違う ね、 そうですね。なんかスイートバジルほどガツンとこない感じだけど、うんうん、なんか野草っぽい香りがしますね。あ、うん、確かに、うん、唐辛子はあの生のやつを使ってます、ね。なんか目玉焼きもカリカリで美味しい。そうなんですよ、今回は目玉焼きもこだわっていて、うんうん、目玉焼きを現地のやり方だと油をすごい多めに引いて、うん、ちょっと揚げ焼きのような感じで焼くやり方をされてしていて、あ、だからちょっと周りがカリカリな。はい、うーん、カイダオという、あ、なるほど、カイダオ、カイダオ。じゃあちょっと最後にごちそうさまをめぐみにしたいと思うんですけど、ごちそうさまはタイ語はないのでありがとうで締めたいと思います、うん、ではめぐみ、コップンカー、コップンカー、ごちそうさまでした。はい、パーティーキッチンではこのように各国のお料理の再現レシピやどんどん毎週レシピ配信してます。気になるレシピがあるなという方はぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた次回のレシピでお会いしましょう。バイバーイ、サワディカー。